海や川など自然の水の中で行う長距離水泳競技オープンウォータースイミングの大会などがこのほど田辺市の大木ヶ浜海水浴場で行われ大勢の人で賑わいました田辺市の大木ヶ浜海水浴場でこのほど行われた演営大会第11回南紀田辺大木ヶ浜オープンウォータースイミングは田辺商工会青年部や実行委員会が主催したもので 県内外からおよそ320人が参加しました。競技は1キロ、2キロ、5キロでタイムを競う個人の部と、一人500メートルを泳ぎ、4人でつなぐリレーの部や、日本選手権オープンウォータースイミングトライアルの部が行われました。参加者はスタート合図とともに海に向かい、水しぶきを上げながら力いっぱいの泳ぎを見せていました。 また、トライアルの部ではパリオリンピックの代表に内定している海南市出身の南で大臣選手など、国内トップクラスの選手も出場し、南で選手が男子の部で1位となるなど盛り上がりました。この日はビーチスポーツ体験やイカ釣り大会のイベントも同時に大木ヶ浜周辺で開かれ、大勢の人で賑わいました。